い、皆さんこんにちは。今回は境町と鍛冶町周辺を歩いてみたいと思います。この古文字通りはもう日頃から頻繁に歩く道ですね。もう小さい時からよく歩いてるので、もう何千回とこの古文字通り歩いてますね。はい、この辺りは伊予銀行とか広島銀行とかたくさんね、いろんな銀行が揃ってますね。今ちょうどお昼時なので、結構サラリーマンとか OL の方たちがね、この周辺を歩いてますね。みんな昼ご飯食べに行くんでしょうね。その時はかき氷をして。かき氷？うん、つい最近夜にそこにあるチカララーメンを食べに行きました。ね、結構美味しかったですね。小倉飯店ね、今もなお健在のようですね。一度もね、行ったことないんですけど、まあいつか行ってみたいなとは思いますね。
ここは駐車場の裏側なんで少し寂しいですね。はい、平和通りに出てきました。はい、この道は右が境町で左が鍛冶町になりますね。ちょうどその間の道を歩いています。こちらの左角にある大太鼓っていうお店のおでんがかなり美味しいですよね。人気店ですね。お相撲さんが歩いてますね。先月の九州場所が終わったのでもうオフなんですかね。南国ビルとニュー南国ビル、ね、なんか境町鍛冶町を象徴するビルのイメージがあります。
阪通りに出てきました。はい、ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。